F14 号、こちらの方を見ていきたいと思います。衛星画像をご覧ください。台風14号ですけれども、フィリピンと台湾、このちょうど中間に今位置しています。現在北東、北の方向ですね、に向かって進んでいるといった状況ですが、台風を取り巻く中心付近の雲がかなり発達しているといった状況が見て取れます。中心近辺はに強い積乱雲が集中していまして、コンパクトにまとまった強い台風ということになります。でこの台風を取り巻く周辺の雲なんですけども、雲の列が東の方にいくつか並んでいまして、そのうちの一つが沖縄方面、南西諸島方面に向かって進んでいるといった状況になっています。この後の台風の動きです。台風は北寄りの進路を取っていくような形になりまして、明日12日正午頃には先島諸島に最も近づくことになりそうですが、15時の段階で台湾と先島諸島の中間地点、この辺りを 北上するといった形になりそうです。この時の中心の気圧は935ヘクトパスカル、現在猛烈な強さですけども、この段階で非常に強いといった形に1ランク落ちてきますが、それでも最大風速50メートルといった形で先島諸島の西側の海域を北上していきます。警戒が必要です。雨の様子です。明日の15時、先ほどの台風の位置がここにあった時なんですけども、中心近辺かなり強い雨雲があります。先島諸島にかかる雲というのはやや強めの雲ということになりますが、この進路が少し東側にすれますと、この強い雨雲がかかるということになりそうです。そしてもう一つ、海上ではかなり波が高くなっていきます。明日15時、台風がちょうどこの辺りに来た時の波の高さの様子です。先島諸島近辺では波の高さが5メートル以上超えるうねりが南から押し寄せてくるといった状況になるかと想定されます。厳重な警戒が必要ということになりそうです。台風14号に関する情報、最新の情報をお伝えしました。